それでは次のご講演で国光ルイさんの仮の台ということで震災と介護で阪神大震災の実証研究を行われましたあそのあの成果を踏まえてお話をあのお願いしております。ではよろしくお願いいたします。と医療科学研究所の国光です。よろしくお願いします。 えっと先ほど内藤先生からはあの建築家として復興に対して問題提起がありましたが私の方からはあの経済学の立場から復興に対して提言をさせていただきたいなというふうに思いますえっと震災と介護ということで何でこの2つが並んでいるのかということなんですけどまず皆さんにご承知いただきたいのがえっとまあ被災地で要介護者が増えているという現状があるということですえっと長い避難生活で、 住み慣れた家から離れた生活が続いていますので、それにの妖怪ごとが悪化しているような人もかなり増えているというふうに聞いています、また先ほど内藤先生がおっしゃっていたように、被災地、過疎化が進んでいる、仕事をなくした若い人が、東北、仙台ですとか、東京に働きに出て行ったがために、家族が離散してしまって、高齢者ばっかり残っているというような現状があります。 えっとそうした現状を踏まえましてえっと今後高齢者のケアを復興と一緒に考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えています、えっと、まあ震災後の復興という意味ではえっと阪神・淡路大震災が非常にいい例という,なっていうふうになって考えますのでえっとその時の事例を踏まえてご紹介したいなというふうに思います、えっと、まあ今復興だからこそできるものはあるということで その紹介をしたいいと思います、えっと、まずその阪神・淡路大震災なんですけど、まあ、18年前に発生したちょっと古いので皆さん記憶が古いのかもしれませんが、えっと、マグニチュード6.9という地震になっています、えっと、東日本大震災がマグニチュード9.0なので、えっと、1450分の1の規模地震エネルギーとしては 1450分の1っていうまあそんなに大きくないのかなっていうふうに思うかもしれませんが阪神・淡路大震災の場合は直下型の地震だったっていうのが一つの特徴ですえっとこちらの図はあの神戸市のホームページから引用したんですけどこのピンクの色がついてる部分が震度7を記録した部分えっと海岸沿いに沿って 色がついているのが分かると思うんですけど、ここは本当にあの商業施設ですとか住宅地が密集している地域、まさに一番神戸市で一番人が多く住んでいた部分に重なっています。で、その阪神・淡路震災では非常に多くの死傷者も出ていますが、えっと住宅被害、まあ、建物に対する被害も非常に多く出ています。えっと当時の 被害額としては大体10兆円弱の被害が出ているんですが、うちその半分ぐらいが建物の被害という風うに言われています。で、こちらはその時のその住宅の被害状況を示したものです。えっと1番赤くなってるのが、足屋市で神戸市、西宮市などが非常に大きな被害を受けています。 えっと芦屋市だともう半分の世帯の人がもう住宅が全半壊しているというような状態です。えっとついでなので、ちょっと関西の地理を少し説明したいんですが、えっとまあ、関西の一番大きな都市っていうのは、まあもちろん大阪で。関西の経済の心臓部にあたる大阪市がここらここにあります。で、その心臓部からまさにその動脈にあたる鉄道が神戸の方向に3本。 の鉄道が沿線がありまして JR 阪、阪神、えーと、阪急の3本の沿線がほぼ平行線、平行するような形で走っていますであの、ここの明石市から大阪市までがだいたい40分ぐらいですのでここの日吉からまあ池袋に行くような距離感ですねなのであのここの色がついている部分っていうのは 大阪の通勤通学圏内にあたります。で、まあ神戸を規点に考えるともうちょっと先の姫,姫路ぐらいまでが通勤圏内になるのかなというふうに思います。まさにそういうあの非常に人がってか人が住暮らしやすいまさに交通の便でもすごくいい場所で起きた災害だったとっいうのがまあ神戸の震災。 神神戸というか阪神淡路大震災になりますで当時の,その直下型大地震ということなんですけどあの当時の住宅っていうのは横揺れを想定したあの耐震構造になっていましてこういうふうに横に揺れるようなものには強いんですけど阪神・淡路大震災の場合こう縦に揺れたわけですね。で地震のエネルギーがその上下に加わったがためにこういうふうに 1>, 1階や2階がもうぐちゃって潰れるようなそういったことが多くありましたまあ建築の,その耐震がまだその直下型に対応できてなかったっていうのがまず被害を大きくした要因の一つですでもう一つ火事がありましてえっとまあ住宅が倒壊したその倒壊してその道路ががれきで 埋まってしまったがためにその消防車が入れないということでまあ住民の人たちバケツリレーとか必死で消火,火作業はしたんですけどやっぱりその震災後に発生した火事っていうのがどんどん延焼していって非常に被害を拡大させたというふうに言えますまあ当時あのヘリコプターから海水を汲み上げて散水するようなシーンなんかもニュ,ース版ニュースでよく繰り返し流されていたのでもしかしたらご記憶にあるかもしれないですけど。 まあ火事も非常に被害を拡大させたというにうに言えますでその、まあ、非常に大きな被害を及ぼしたっていうのはまずそうなんですけどその地震の、まあ、被害の副産物といえるんですか、えっとかこれはあの高齢者、まあ、65歳以上の人が住んでいる世帯のうちでどれぐらいの人がそのバリアフリー設計にしてますかっていうような。 グラフになるわけですが、えっと、こ,のここの数字はあの住宅の被害状況、あの住宅の前半回率をし示したものです。えっと、これ90年代に一気に高齢者のための設備がある住宅が一気に増えているのをご覧になれば分かりますかね、えっと、90年を境に一気に増えています。これはなぜかとと申しますと えっと、長寿社会対応住宅設計指針というのが本当に震災の直後に出されているからです。これは加齢に伴うその身体の弱,あの弱体化に対して、まあ、ずっと住み続けられるように手すりを設置したり段差を解消するように、まあ、住宅を高齢者対策にしようというふうに決めたあの通知で、えっと、この まあ当時は住宅局が出した局長通知であの法律的な義務とかはなかったんですけど、まあ、現在はそのもうちょっとランクの上の法律で一応義務化されていますであの新築の住宅、まあ、建て替えも含むんですがそれを対象にしているというすでにある住宅に関してはこの法律の対象にはならないんですけど、まあ、阪神・淡路大震災で非常に 多く住宅が壊れてしまったでその後に、に、まあ、復興の段階で新しく家が建ちますよねでその新しく建った家っていうのはまさにこの住宅設計指針にのっとって建設されたがためにあの被害の大きかったところっていうのはバリアフリー化が非常に進んでいるというような状況になりますであの先ほど えと補助金は出てない、あの住宅を固定資産税の減税ですとか、あとそうです、ね、あの住宅ローンの優遇なんかの補助はありますが、金銭的な補助はまあ自治体によって違うのかなというふうに思います。で、まあ、法律で一応定められているそのあの手すりの設置や段差の解消というのは、まあ、 一定のバリアフリーというふうによよ、まあ、国土交通省は今現在呼んでるんですけどその一定のバリアフリー化している住宅というのはどれぐらいあるかあの先ほど示した図はあの手すりが1個でもあったら該当するような図だったので今度はそのバリアフリーの程度ごとで示した図になります、えっと、こちらの図はその手すりが2カ所以上あるかもしくは段差の解消がなされた住宅の割合になります えっと、一番、阪神・淡路大震災で被害を受けた芦屋市というのはも,うものすごくずば抜けて高いですよね、この中で。で、比較的被害の少なかった大阪市というのは、まあ、大阪市ほぼ前半かゼロなんですけど、緩やかにしか上昇しないのに対して、あの被害が大きかった神戸市ですとか、西宮市、芦屋市なんかは、もう非常に一気に、ガーっと一気に伸びているのが、この図から読み取れます。 で、その法律では定められていないんですけどあの車いすが通れるような通行幅を確保した住宅、まあ、それプラス段差がなくて手すりが設置しているような住宅を高度のバリアフリーというふうに国土交通省を呼んでいるんですがその国土のバリアフリーに関してはやはりその住宅被害が大きかった芦屋市や神戸市西宮市が非常に高いというふうに言えます。 えっと、ちなみにその全国平均なんですけど、この一定のバリアフリーに関しては、2008年度で3、えっと、全国の平均が37%、芦ア市はもう55%に迫るような勢いなので、もう全国に比べて非常に優れているというふうに言えます。 高齢者が住む住宅のバリアフリー化、一定のバリアフリー化を備えた住宅を75%まで伸ばそうというふうに政策で、政策目標に掲げていますが、現代でまだ37%しかいっていないので、これから先、どれうふうに推移していくかは非常に興味深いところではあります。で、その、今度は高度の方で見ますと、こちらはその全国平均が9.5%です。 やはりその西宮と神戸と芦ア屋アはその全国平均を上回っているで国土交通省はこれを2020年に25%に伸ばすってことを目標にしています、えっと、このように住宅被害のあったような住,あの住宅の被害が大きかった被災地っていうのはその後の復興の過程で、えっと、住宅のバリアフリー化が非常に進んだということが 確認できますじゃあそんだけ住宅のバリエーシが進んでるんだったらさぞみんなあの高齢者の生活って自由度っていうかあの介,護の必要介護の必要性って下がってるのかっていうと,れとそうです、ね、これあの被災地の,あの先ほどの被災地って言うとなんかちょっとあの東日本大震災とか <laughs>。 勘違いしちゃいそうなんですけど、阪神・新淡路大震災の被災地の,の2009年時点の要介護認定率です。要、えっと、介護認定率というのは、65歳のうち市町村から要介護認定を受けた人がどれぐらいいるかというような数値なんですが、これはあのその地域の介護の必要度がどれぐらいあるかというものを示す <laughs> 指標です、えっと。例えば認定率が高いようなとと、こですとその分あの介護を を必要としていいる人が多い低いところですと、まあ、みんな元気な高齢者が多いっていうようなそういった指標になります。えっとまあ、全国平均がまあ大体16.2% 16. 1 6だったかなぐらいなんですけどあのバリアフリカが進んでいる芦ア屋ア市や神戸市って全国平均より高いじゃないかと。えなんでバリアフリカ進んでいるのに認定率高いのっていう,ふうに思うかもしれないんですけど実はその。 まあ認定率を決める要因というのはそのバリアフリー化だけじゃなくて例えばそのまあ高齢者の健康状態やっぱしその病,気な病気や怪我でその生活が不便を感じている人を認定するような制度なのであのやっぱしそのその健康状態に地域差がまずあるとそれとあと高齢化ですねあの年を取るごとに介護の必要性は上がっていく。 あの年齢構成なんかはその地域によって全然違うのでまあ後期高齢者の多いようなとこだと認定率は高くなる傾向にありますとで他にその認定率を下げる要因としてはまあまあバリアフリーも考えられますしあと家族介護が受けられるかどうか家族と同居しているかどうかっていうのも非常に重要な要素になっていますまあつまり何が言いたいかっていうと認定率っていうのは本当いろんな要因の影響を受けるので ただ単にその認定率が高いからといってそのバリアフリーの効果が全然観察できないじゃないかっていうふうには言えないということだけはちょっとかあの押さえておいてください。で今からご紹介するのはじゃそのバリアフリー化が上がったら認定率ってどんぐらい下がるのかってことをこれから計量的に分析,する分析した事例を紹介します。えっと KBS の方は計量分析とかっていうのは受講された方ってどれぐらいいらっしゃいますかね、受講したことがあるって方、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。あもうほぼ皆無と <laughs> いうことなので、計量分析、まあ、知識がない人でも分かることを前提にちょっと説明、まあ、できるだけしたいなというふうに思います。 えっと、今やりたいのは、まあ、い私が関心があるのはバリアフリー化が進めば介護の必要性はどれぐらい減るのかってことを分析したいという,うに思いますでその興味のある部分はまずこの y の部分に当たるのが認定率 x に当たる部分がバリアフリー化あのバリアフリー化の程度が1単位増えた時に y はどれぐらい増えるか減るかってことを 分析ししようとしていますでその分析するためには一つ条件があってまずその U っていうまあ軽量経済学でいう誤作項の部分と先ほど言ったこの X の部分が相関しないっていうのがまず条件としてありますその誤作項って何なんだと思うかもしれないですけど、えっと、ここの図で言うとこういったいろんな要因の中でこれじゃ説明できないその他の部分つまり バリアフリー以外の要因っていうのは一応その他の部分になりますただこの X っていうのは1つだけじゃなくていろんなものを並べて Y に与える影響っていうのを同時に分析することができるのでもしここの上げた要因全てが観察できるんであればあのそれバリアフリーの効果だけを抜き出すっていうことができますあの 詳しく知りたいという方は、まあ、あの重回帰分析のというところ、計量のテキストを読んでいたもらえれば、もうちょっと詳しく書いてあるんですけど、まあ、ちょっと時間がないので、簡単に、えーと、大体やりたいことってわかりますかね。で、まあ、分析、一、まあ、つ押さえてい,ていただきたいのがその、その他の部分と X は全く関係のないというのが、まずか分析する上での。 重要な過程になにりますでその X と U が相関しちゃった場合どうなるのかっていうと例えばなんですけどこの健康状態と住宅のバリアフリーって結構な関係あの相関がおそらく想定されますなぜかというとまあ、健康に自信がない人ほどバリアフリー住宅に住むであろうしあの もともと障害があって、障害があるような人ほどやっぱしバリアフリーの住宅に住んでいるっていうふうに考えられるのでここの健康状態と住宅のバリアフリーっていうのはニアリーイコールの関係ににあるっていうふうふ考えられます。そういった状況の下でもしここの X の部分に健康状態っていうものを入れないと X と U は相関を持ってしまう。 で相関を持ってしまうと例えば X が1単位動きましたじゃあ Y はどういうふうに変化しますかっていったときにこの X の部分から動くのと U を通じて動くの部分2つの方向からあの Y が動いてしまうのでその結局 X から直接どれだけ動いたかっていうのが識別できない。あの識別一応その 分析,上は分析は可能なんですけどその分析した値がその X から来た値なのか U から来た値なのかっていうのが分けることができないなのでもしこれをこう,、まあ、い,こういった問題は内生性というんですがこれを無視した分析をしてしまうとその X の効果を課題もしくは過小に評価してしまう危険性があるということになります。 ただ、だからといって、じゃあ、全く分析できないのかっていうと、そうでもなくて、あまあ、一応、今回のケースを考えますね。えっと、今回の場合、えー、ここ、興味関心があるのが、この認定率の部分、バリアフリー化が進めば、認定率はどれぐらい下がるのかっていうことで、ここのベータの値に一番関心がある。 いいう分析モデルを考えていますでその認定率に与える要因をコントロール変数としていろいろ並べるんですけどあの今回分析しているのがその市町村レベル市町村単位の分析なので実はその市町村の健康状態っていうのはあの年齢階級別では公開されていなくてデータがないんですね。なので あの先ほど、いっぱいその認,定、えっと、認定率を与える要因っていろいろありますよねって説明したんですけど、ここに関してはデータがない、あの少なくともあの政府が公開しているデータにはないということで、ここのコントロールができなくて、この健康状態っていうのがその,その他の部分に含まれてしまう。 つまりどういうことかといいますと、まあ、あの健康状態が U になるわけですが U がその、まあ、X にも影響を与えるし Y にも影響を与えるっていうあの先ほどの図でいうこの X と U が相関している状態が生じているわけですね。でその まあ健康状態が悪いとこほどバリアフリー化っていうのが進むというふうに考えられるので健康状態とバリアフリー化っていうのは負の相関があるつまりあのどっちかが上がるとどっちかが下がるような関係にあってで健康状態がいいと認定率も下がるっていうふうな両方とも X と Y に対して負の相関があるこれは計量経済学では情報バイアスっていうふうに言うんですけど まあ情報バイアスがあるとどうなるのかっていうとまあここの β の値が本来の値よりも大きく出てしまうっていうふうになります。せっかく頑張っていろいろデータ集めて分析してもここの β の推計値が全く意味のないものになってしまうっていうことなのでこのまま分析すると問題があります。 であのベータっていうのはおそらくあのバリアフリー化が進めば進むほど認定率を下げるっていうふうに考えられるのでベータは負の値を取ることが想定されているわけですがその負の値があるのに対してその実際の真のベータよりもでかくなるのであの結局はバリアフリーの効果を過小に評価してしまいますよと。つまりその 本来だったら多分マイナス何 0. 何歩っていうふうに出るのがゼロに近づくので全くそのバリアフリーの効果がないよっていうふうな状態に近づくわけです。えっとこういう内政性の問題がありましてじゃあどうやって分析するの,あの普通に OLS っていうのはまあ最小事情法のことなんですけどその一番軽量経済学では一番単純な分析モデル使えないじゃないか。 じゃあ分析できないのっていうと操作変数法っていうちょっとあの高度な分析手法がありましてそれは何をするかと言いますとまあ今 X と U が相関している状態がありますじゃあ ZX まあまああとは相関するけど U とは相関しないような Z というものを新しく持ってくる まあこの Z のことを操作変数って言うんですけどまあ今回の事例で言うと住宅のバリアフリーじゃなくてあの住宅の前半回率がこの Z の部分なぜかと言いますと,えっとまあ震災による住宅倒壊っていうのは健康状態とは全く関係ないですよね。健康状態が悪いしとこ を狙って地震が起きているわけではなくてもう健康な人が住む家も健康状態が悪かった人の家もランダムに被害が出ているという意味で震災による前,あの前半回は健康状態とは全く関係がないというのをまずあのここの部分 U と X は相関しないという条件にまず合致すると。 でまたその震災による前半っていうのはまあ住宅の建て替えを促しますと。なのでその震災後に建てられた住宅っていうのは先ほどの指針建設指針にのっとって建てられているので高齢化仕様であるためにその新しい家っていうのはバリアフリー化が進んでいるっていう条件からまあ震災の前半回率っていうのはバリアフリー化を進めますよっていうことで。 ここに書いてある、あの Z の変動を通じて動く X の部分を観察するわけですけど、ここの Z の変動を通じて動く X の部分が全くないと全く意味がないっていうか、あのえー、やってる、うんまあ、ここの Z を通じて X は十分動いているんだっていうようなことが、まあ、2つ目の条件。 その条件も満たしていいるという,ふうになります、まあ、細かいことはちょっと時間的に難しいので、まあ、とにかくこういう操作変数法を使えばあの観察されないデータについても分析できちゃうんだって、まあ、結構便利な分析ツールがあるんだなっていうふう,なふうに思っていただければ幸いです。で,で実際にそのじゃ本当に住宅倒壊が 住宅被害が大きかったところほどバリアフリー化が進んでいるのかってことは一応、先ほどのグラフからも観察できるんですけども、散布図からも一応観察できますよ、まずその前半迎率が高いところほどまあ新築の家が多いというのがこのグラフになります。これは市町村です。市町村で、 国から災害認定を受けた市町村、12市町あるんですけど、そうです、はい、神戸市はおそらくこの辺ですね、これですかね、新しく建った家、1996年以降に建っている新しい家っていうのは、やっぱりその住宅被害が大きかったところほど多いっていうのが、この図からわかります。 でその新しい家、まあ、1996年以降に建った家でどれぐらいバリアフリー化が進んでいるのかっていうのがこの図なんですけどやっぱ新しい家ほどやっぱりバリアフリー化が高いですよね非常に相関が強いっていうのがこの図から分かりますで結局何が言いたいかっていうと、まあ、住宅の前半売率が高いところほどバリアフリー化は進んでいるんだってあのそうですねえっと いうことがこの図から観察できます。はい。はい。あの明確な基準はないんですけど。 まあ零点四を越していれば非常に強い相関があるというふうに言えるので点四、まあ、近く取っていればまあは,はいいやあのかんこの値っていうのはロ、まあ、から一を取るんですけど、はい、相関が強いほど一に近づくんですね。はいそうですね。 はい <laughs> <laughs> まあい結局言いたかったことは前半回とバリアフリーっていうのは関係が深いんだ、まあ、相関が高いんだっていうことがこれから直感的に理解できると思いますでそのもうちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど操作変数する場合2つの手順がありますあのまずその操作変数がその X に与える影響ってものをまず一番初めに分析して、まあ、つまり Z の変動を通じて X がどれぐらい動くのかっていうことをまず最初に分析しますでその後にその Z を通じて動いた X が Y に与える影響ってものをさらに分解あの分析しますってことで2段階の数計をするんですねここの場合だとつまりその 住宅の前半回がバリアフリー化に与える影響をまず分析してでそのバリアフリー化によってさらに認定率に与える影響っていうふうにこういうふうに1と22つの2段階で分析をしますでこれこちらの図がそのさっきの1のあたる1段階目の推計になるわけですけどえと関心があるのはそのこの前半回率 が高齢者の、まあ、バリアフリー化の設備にどれぐらい影響を与えているのかということであのこの星がつくと非常に統計的にうれしいそれはあの Z が X に影響を与えていることを保証しますよという意味なのでこの星がいっぱいつくとそれはその推計値は結構正しいですよというふうに1つの基準 になりますで今見てほしいのはまずその、まあ、一定のバリアフリー化で見ますとプラスで出ていますよねつまり前半回率が高いところっていうのは一定のバリアフリー化が進んでますっていうふうにあの係数は、えっと、どちらもあの率で取っているのでえっと住宅の前半回率が1%増えるとバリアフリーっていうのは0.2%増えますよ というふうに解釈ができるふうになります。すべてプラスで優位に出ているのであの先ほど挙げたあのこの妥当性、本当に前半回率というのはバリアフリカに影響を与えているのかという部分で、まあ、星がついているのでこれは正しかったとっいうふうに言えます。で まとめますとその前半、前半解率が高い地域ほどバリアフリー住宅が進んでいます。でまあ、のコントロール変数として後期高齢者率というのを入れているんですけど、これはあの65歳以上のうちその75歳がどれぐらいいるのか、まあ、の高齢化の段階がどれぐらい進んでいるのかという示す変数なんですけど、こちらはマイナスで優位に出ている。これってどういうことなんだろうと考えたときに、まあ、あのおそらく。 75歳以上の人が住んでいる家っていうのは、まあ、住宅を建てた時期が古いので、まあ、多分おそらく木造の古い住宅に住んでいるんだろうとで木造住宅っていうのはあのあの段差がいろいろあったり結構高齢者にとっては危険な可能性があるというかあの、まあ、バリアフリーが進んでない状況っていうのはその古い住宅に住んでいるからっていうふうに解釈ができます。 でこちらがあの2つ目の二の推計の部分、あの先ほどの,あの X から y, あの y に与えるものを分析した結果になります。で上,があの上側と下が2つ分けているんですけど、一応、こっちの。 ただ単に X が Y に与える影響ってのを分析したものとこの Z が X に与える影響を分析して X から Y に与える影響を分析したものってものを2つ上下に並べているものですなのであの、まあ、上側に関してはまあ参考程度に見てくださいあのおそらくこの推計値にはバイアスがかかっているので正しい値ではありません ただ、やっぱりその見ていくと分かるのはそのバイアス状態を無視して推計したものっていうのは、こっちのおそらく真の値に近いであろう分析よりあのゼロに近い、つまりバリアフリーの効果を過小に評価しているんだ。今回の分析ではその普通の OS l 分析より操作変数の方が推計値が小さい、つまりそのバリアフリーの効果がでかいんだっていうふうに。 正しく認識しているていのがこの比較でわかります。であの、この推計値の解釈なんですけど、まずあのこれ、要介護度別に分析したんですけど、最もそのバリアフリー化の効果が現れやすいのが、要介護、要支援2以上の人っていうのが、まずその要介護度別に分析してわかったことです、えっと。バリアフリーの効果に関しては、えっとまあ、 要介護度が低い人に関してはなかなか効果が表れにくいっていうふうに示した先行研究もあるのでその先行研究と整合的だなっていうふうにここからも分かりますつまりあのバリアフリーを支援するんであれば養子援2以上の人に積極的にお金を配ると非常に効果が出やすいっていうふうに言えますで最も効果が出やすいその養子援2の人以上に 配った場合例えばその高齢者のための設備が1%増えたら認定率のは0.2%減るんですよっていうのがここからわかります。で先ほどのはあのとりあえず手すりが1個あればっていう条件だったんですけど今度はその手すりが2箇所以上もしくは段差がないような住宅が増えた場合どうなりますかっていうのを示したグラあの図に表になります。 えっとまあ、手すりが2か所設置されると認定率というのは0.1%、ン6下がるんだというのがこの表からわかります、でさらに条件を厳しくしてあの段差あの車椅子が通れるような通行幅のある廊下にすると認定率どれぐらい下がりますかというふうに分析すると、マイナス0.26というふうに出たと。 ののがまあ一つの結論です。で結局、これ何が言えるのかというのですが、まずそのバリアフリー化というのは認定率に対して負の影響を与えている、つまりそのバリアフリー化が進むと認定率は下がるんだというのが統計的にはっきり証明することができました。で特に要支園2以上の人を支援すると効果が出ますよというのが1つの結論。 でさらに、普通に推計するんじゃなくて、操作変数法というちょっと難しい方法でやった方が信頼性が高いですよというのが2つ目の結論です。で、まあ、その信頼性の方高い方で分析した結果でも負の負のそうあの、負の優位性が確認できたので、まあ、介,護の介護需要というのはまあ住宅政策の影響を非常に受けるんだというのが、まず。 はっきりしましたあの言えると思いますでその、まあ、バリアフリー化が進んだらどれぐらい介護費用じゃあどれぐらいその効果があるんだっていうのを金額ベースで直したらのがこちらのスライドになるんですけど、えっと、まずその一定のバリアフリー化を備えた住宅が10%増えた場合先ほどあのここマイナス0.16だったのただ単に 10, 10倍しただけです。 えっと、こ,こ,これはあの1%増えたらどれぐらい認定率下がるかだったのをただ単にあの10%増えたらっていうふうに直しただけで認定、えっとまあ、率1.6%減りますよって0.16だと全然効果ないじゃんと思うかもしれないですけど住宅10%変えたら認定率1.6%下がるって聞いたらなんか効果ありそうとうう思いませんか <laughs>。ただ 単位ずらしただけなので、別にそんな大していじったわけじゃないんですけど、その認定率が1.6%下がると、じゃあ年間直してどれぐらい削減効果があるんですかっていうう言いますと、現在、介護保険市場っていうのは9兆円産業で、うちその政府が給付している部分っていうのが、えっと、だ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 、ぐらいだ、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  配ってるんですねでその認定率受けてる人っていうのが、まあ、大体16%ぐらいなので、まあ、認定率が1.6%減ったらじゃあ全体でどれぐらいになるのっていう単純計算すると、まあ、1.6%減ったら大体7153億円削減できるんだ7000億円って結構でかくないですかただその住宅改修するためにもお金がかかると。 えっとまあ、手すりを2箇所設置するか、もしくは段差を解消しようと思ったら、大体15万円ぐらいの費用がかかるというふうに想定できるので、えっとまあ、高齢者のうちの10高齢者が住んでいる世帯の10%をその工事したときにかかる費用の総額って大体どれぐらいかというと、単純に計算すると大体3兆円ぐらい。あの高齢者の 住宅を10%バリアフリー化するのに3兆円ぐらいかかりますよ。で、あのまあ、年間7000億円ぐらいの削減効果なので、まあ、1年間、単年度で見ると、その費用の方がでかいんですけど、まあ、バリアフリー化っていうのは一度しちゃうと、継続的に効果が得られるので、じゃあ、どれぐらいの期間があれば、そのバリアフリーの効果っていうか、バリアフリー をしたことによって削減できた効果っていうのは回収できるのか、ま投資回収期間どれぐらいなのかっていうと、だいたい四年3ヶ月です。4年3ヶ月、あの投資すると4年3ヶ月経てば、あのプラスのあの費用の削減効果を回収できるよう,うに出ます。であのこの4年3ヶ月って長いのかって考えたときに、えっと平均介護期間より こっちの方が短ければそっちの方が費用対効果が高いというふうに言えるので,であの平均介護期間というのはあの保険会社が出したデータによりますと今現在、介護中の人も含めてだいたい4年9ヶ月ぐらい4年7ヶ月だったかな4年7ヶ月介護を経験しましたという人がいるらしいんですねそれはあの現在介護中だという人も含めてのあれなので実際はもうちょっと高いと思うんですけど まあ少なくとも平均介護期間というのはこの回収期間よりは長いでかいでもう一つその介護期間を示すその有力な指標として、まあ、健康寿命と平均寿命を使ったそのものっていうのがあります、えっと、寿命に関しては皆さんご存知だと思うんですけどあの健康寿命っていうのはあの病気やけがとかで何の支障もなく生活できる期間 を示しますそのつまりその一生涯のうちどれぐらいの長さ健康にでいられるかっていう期間を示していてその寿命からそれを引いたものっていうのがその介護期間っていうふうに言え,る言えますでその最近のデ,あのデータから計算しますと男性だとその介護期間が9.02年女性だと 年っていうふうふに出ますあの介護が必要な期間大体10年前後。って考えますとえじゃあその10年間仮にずっと家に住んでた場合毎年介護費用が <laughs> 減るのでこれってそのやっぱしバリアフリー化した方が介護費用って総額は一生涯でかかる費用っていうのはそっちの方が。 お得じゃないかっていかうのがままず1つ言えますで、もう一つそのバリア、高度のバリアフリー、こっちはあの法,で法律で決まっているもので、あの15万円あの介護保険では18万円までだったらその政府が支給してくれるんですね。あの原則1回きりですけど、18万円で一応そのこの工事は一応できる。で、今度、高度のバリアフリーをしようと思うと、 今度はその介護保険で支給される費用じゃちょっと足りないんですね。あのまあ、仮に政府がまあ、あの高度なバリエークションを取りと思ったらその廊下の幅を広げなきゃいけないんですけど場合によってはその一度その壁を全部壊してでもう一度壁作り直すみたいな非常に結構大規模な工事になるので結構な額が必要なわけです。であの まあ住宅どんな住宅に住んでいるかによってその工事費用というのはだいぶ下がるらしいんですけどまあ仮に政府が200万円ぐらい支給した場合どうなるかというのを計算シミュレーションしてみましたえっとえっと高齢者が住んでいる住宅の10%に当たる世帯に200万円支給すると大体40兆円ぐらいかかる40兆円かかってで高度なバリアフリー化の 削減効果は大体1兆2000億円ぐらいなのでじゃあどれぐらいで回収できるのかっていうのを計算すると34年5か月もかかってしまうえっと先ほど介護が必要な期間っていうのは10年前後っていうふうにおっしゃいましたえ言いましたえっと明らかにこっちの方がでかいですよねとてもじゃないけど回収できないこれだとちょっと 政府が支給するのはあまり費用対効果的にはあまり良くないのかなというのがまず1つ言えますただこの200万円というのはあくまでその既存の住宅を生かしてバリアフリー化するための費用であって新築住宅だったらもうちょっと安く済むんですね、まあ、仮にその まあ100万円ぐらいに済んだとして計算するとまあ15年ぐらいで回収できるあの先ほど10年ぐらいって言いましたけどあのまあ15年、まあ、やっぱしまだちょっと費用対効果は足りないんですけどでもあの住宅っていうのはまあ親が死んだら子どもに相続されるので,で子どもは親が住宅投資したものをそのまま使えるわけですねなので何世代にもわたってそのバリアフリーの効果を享受できるんであればひょっとしたらあの 長い目で見たらそのバリアフリー化した方がお得かもしれない。まあ、いずれにせよ、まあ、それはおそらく、まあ、住宅っていうのもだんだん年とともに劣化していくのであの常にその補修していかなきゃいけないことを考えるとあんまその何十年なんその30年っていうのはとてもじゃないですけどむしろその新しく家を建て直す必要すら出てくるので。 でも15年だったらもしかしたら2世代にわたってその住宅に住み続けるんであればもしかしたら回収できるかもしれないというようなぐらいの水準になりますと。でそのまああくまで新築住宅に限った話ですあの既存の住宅に関しては無理なのでじゃあその新築住宅今、まあ、あの陸前高田市をはじめもうほぼさらちの状態なのでそのさらちにどんな住宅っていうか どういう街づくりをしていくかって考えたときにまあ新しい家どうせ建てるんだったらもう高度なバリアフリー化一層しちゃった方がそこに何年何世代の人も住むんであるんだったら介護費用長いで見たらこっちの方がお得ですよねっていうのが一つ言えます。であのそうですねただ一つあの神戸市 の認定率で1つあの神戸市認定率、外バリアフリー化が進んでる割には認定率高かったですよね。ていうのは、神戸市っていうのはあのほとんどが山で、山の斜面に町を築いてるんですね。なので、高齢者にとっては、多分おそらくその坂のある町ていうのは非常に住みづらいような町なんだろうなっていうのが多分私も5年間住んでたんですけど。 まああの坂があると本当に生活にいろんな面で不便を感じましたで今陸前高下市をはじめいろんなところが高台移転なんかを計画してますけどあの今あの例えば市役所ですとか病院なんかが山の上に移転しようとしてますよね山の上に立っちゃうと高齢者の人通院するたびに山を登らなきゃいけないのかっていうふうになると非常に不便ですよねなんか皮肉にもなんかその政府っていうのは バリアをつく作ろそれってまあもちろんその国民の生命財産を守るのも非常に大事な役割ではあるんですけどもバリアフリーって、まあ、これ今今後高齢者がいっぱい住む超高齢化が進むであろう被災地に対してそういったそのバリアを作るような政策って本当に正しいんでしょうかっていうふうに一つそういうことを考えながらそのまあ 復興していったほうがいいんじゃないかなっていうのをまず私からいあの提言したいなというふうに思います。えっと時間が来ましたのであのとりあえず私からの報告は次に入りますかでしょうか。あのどうもありがとうございました。笹原と申します。 えとちょっと私の方でちょっとあで石巻市の河北地区とか小勝地区っていうあの郊外にあるところでちょっとあの介護サービスの事業者をちょっと支援してましてであのそっちらのちょっと新しいサービスを始めて実験を始めてるんですけどもちょうどそのあの下北その石巻の,状況の郊外が状況化すると全半売率も高くてあの後期高齢者率も高くてでほとんど単身世帯割が高いと。 かつあの、えー、あの壊れなかった住宅っていうのが木造の古い住宅が多いというところがありましてあ前回、半壊のところって当然あの仮設に入っているんですけども新しい住宅がいつ建つかわからないという状況がございましてだだその中でも結構運動しないとどん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 ,どんあの養紙支援とか養介護が増えていっているという状況がありましてでそこをなんとかこうあの ないいかというところ健康寿命を延ばすということしかないだろうということをやりまして、運動で、まあ、介護予防というところで、運動をや,やることによってなんとか延ばそうということを今、出ろうとし,していますで。そういったときにも、逆にあの今あのいろんな分析の報酬法とかお伺いしたんですけれども、そういった例えばあの、運動することによって健康寿命を延ばすと、それをやることによってこれだけ経済効果がありますみたいなのを出せないかというのは、ちょっといろいろあの思ったんですけどそれども。 可能でしょうか、えっと、介護予防に関する取り組みって各市町村がやっていていろんな経済学者、医療,医療学者お医者さんとかがいろんな人が分析していて実際にその医学的にはまだその予防の効果が確認できないというふうに報告したレポートもありますただ、まだその介護予防の効果って実際どれぐらいあるのかというのは非常に分析が難しくて。 1あの一つはその高齢者を集めて実際にやその予防プログラムに参加してもらうとなった時に多くの参加者を募るというのは非常に難しいんですね。なので今現,状現在で私が読んだ論文なんかではその2 3 0人の高齢者を読んでみてどれぐらいの効果があったかという,ふうなちょっと小規模な分析を示した論文が多くてまだそのどれぐらいの効果があるのかというのはまだ研究途上にあるんですけどおそらくそのまあ 予防効果っていうのを推計することは可能だと思います。ありがとうございます。他いかでしょうか。あの小玉と申します。私は質問っていうよりもですね、あのちょっと意見なんですけど、あの自分がシルバーマンションに住んだことがあります。 そした時に家の設計が車いすのサイズで全部部屋が水回りから住むのが全部できてるんですねそうすると空間がいびつで精神的にあまりいい感じではありませんでしたそれとあとバリアフリーになったら半年ぐらいいたんですけど足がすごく弱くなってそれでの他のところでよくつまずくようになりました。 だそういう体験から言った時に私どもの大学でも私建築都市デザイン科に所属してるんですけどあの学生たちがあのデザインをする時バリアフリーバリアフリーっていうんですけどむしろあの手すりだけあって階段多い方がいいんじゃないとかねそういうふうにしないと足腰が家の中であの健康であったらねあの悪くなって。 で本当に車椅子に乗らなきゃいけないというのはかなり後だと思うんですね、それからその前にあのダメになってしまうんではないかという危険を感じたので私はシルバーマンションに出ました、まあ、これはちょっと質問でなくて意見なんですけど、ですそういうことも、まあ、お話だとまだ研究段階だというので私は全部バリアフリーというふうにしていくというのはおかしいんじゃないかなというふうに感じております。そそうですね確かにその まあただその被災地の高齢化の状況を考えたときにこれからその被災地に住む人というのはやはり高齢者の人が多いという意味でバリアフリー化を進めるのがいいんじゃないかというまあ提言、確かにその若い人にとってまあライフステージによってどういう住宅に住むかというのは全然変わると思うんですね。子育て中の人にその廊下の幅が広い家、それよりもむしろ子ども部屋が欲しいという人が多分おそらく多いと思うので確かにそうですね。 住宅整備をしていいくかとうのははつ重要なことではありますただその現在住んでいる人を最優先に考えるんであれば被災地の復興でそのバリアフリー化するのはありなんじゃないかなというふうに感じますあのご指摘おっしゃる通りだと思いますあんまりその元気な人にバリアフリー化してもむしろ悪くなるというのはおそらくそうですよねあの介護保険が導入された時も 家事支援サービス利用して妖怪ごとが悪化するような人が結構増えたいうのが問題になったのであんまり甘やかすぎると高齢者の人はむしろ健康状態悪くなってしまうっていうのは確かに言われていることなので,バランス大事ですね、まあはい、今の児玉先生のご指摘に関連するようなコメントっていうのはございますかご専門の方もかなりおられるような感じはしますけどいいですか,あの今関連ですか はい、ありがとうございます、えー、と関連してあのどちらがいいということではなくてこう,こういう考え方はどうだろうというコメントなんですけれどもその、えー、と小玉先生がご指摘があったのは要するに健康を維持する運動が必要だということでそれを例えば、えー、スポーツクラブなどが、えー、先ほど内藤先生のお話にありました3 0 0メートルという距離に。 常にあってそこで例えば水泳でででですすすとととかかフィットネスですとかそこで運動するとでも日常生活においてはバリアフリーというよりもユニバーサルデザインと考えて例えばお子さんをお持ちの方は乳母車を使われるのでユニバーサルデザインでバリアフリーの方が使いやすいでしょうし若い人でも松葉杖で怪我することもあると思いますし。 そのようなことを考えると日常生活の最低基盤が維持できるところに関してはそのバリアフリーユニバーサルデザインにして小玉先生のご指摘にあったような運動能力を低下させないというのはまたその運動できる施設であったりとかまたは近くに散歩道などを作ってお散歩がしやすい外部に出やすい環境を作るですとか。 そのようまたはバルコニーみたいなものを広めに作ってであのお家と外の間ぐらいに外に出て健康的にあの過ごすことができるようにとかそういった代替案というのについてはどうでしょうかどうもありがとうございますなんかまさにそっちの方がいいかなと私は感じましたけど小玉先生はどううでしょうか私はそれに全面的に賛成します。 そうですね。私も、あのー、あ家のものが心配するんですけどプレッシャーかけてやるしかないなと両膝がガクガク痛くてしょうがないですけどでもヨーロッパに56回年に行かなきゃいけないし、えー、もう60ぐらいまでビジネスくださって今は、えー、割引の一番安いチケットで行くとかですね。まあ、気持ちの持ちようもあるしと。まあ、それで倒れたときはしょうがないねと。 家族に言われているのは、まあ、あんまり海外でというと、迷惑かかる人もいるから、適当にやってくれということは言われていますで。私の質問なんですが、えー、と多分日本の公的医療システム、ですね、世界に冠たるもので、えー、素晴らしいんですけどその一方、政府の,あの、えー、給付,付費ですね、これが、まあ、再現なく、こう再現なくといいますか。 増えていってこのままでは多分破綻するんだろうと思うんですがその中でやはり先ほど来議論にございますように、えー、健康寿命とですね妖怪業寿命のギャップですね10円とおっしゃいましたからこの辺は非常に、えー、大きな問題でそこにどうやって切り込むかと佐々木さんおっしゃったその予防っていうのもあるでしょうしね。 でまあ、統計的に合理的にですねその問題にアドレスするということになったらやっぱり一番気になりますのは健康状態に関する公的なデータが非常に欠けていると不在かないに等しいということなんですけどこの辺はどうなんですかねっていうのは保険会社あたりではある程度のデータを持っているのか。 そこんところはですね、まあやっぱり見える形で介護とかこういう問題になる前に、現在はその生活から来るストレスとかですね、非常に大きなところもあるし、えー、どうもこの辺にも切り込まないと、えー、国全体の医療費を下げるとこってこ結びつかないような気がしましての質問なんですが。えっと 国が持っってているデータって実は公共財なんですね。であの最近はその公共財をもっとオープンにしようっていう取り組みがされてましてでまあ国民の健康状態に関するデータもだいぶ利用しやすい環境にはなりつつありますただ国が取っている統計っていうのはあの例えば国民の健康状態が知りたいんだったらその健康状態に関する調査のみしかしなくて 私のようにその健康状態と住宅っていうふうに2つのものをくっつけることができないっていう問題がありますあの個人レベルでデータはもちろん今使えるようにはなってきたんですけど個人が特定できないっていうかあのまあ匿名化されてるんですね、まあ、個人情報も含まれてるのでなのであの2つのデータが仮に健康状態と住宅に関するデータ2つあったとしてもマッチングできない。なので まあ現在私がやってるのは市町村単位、まあ、それが限界なのかなというふうにあの健康に関する分析はあの結構いろんな人がやってたそれはもう個人レベルのデータ使ってやってます、まあ、それを生かしたその政策提言みたいなことも結構盛んに行われているのでもちろんそっちの方の研究成果をどんどん取り入れるのべきかなというふうには思います例えばあの国民生活基礎調査という厚生労働省が作ってるデータが 先生のおっしゃられたそれには介護のデータも入ってるし世帯のデータも入ってるし所得のデータも入ってるのですが非常に分析国光さんがなされたような分析で住宅とバリアフリーと健康といったような形で調べようと思うと使いづらいということで。 そうしますと国光さんができるのは例えば市町村データでこういう阪神大震災の市町村データで分析するのかあるいは自分でも個別に一人一人のデータを集めてアンケート等で再現するのかということで,で自分でデータを作り直すというのはほぼ不可能に近いということで。 問題設定としては極めて重要な問題設定でこの住宅と介護と健康とそれから都市計画というようなことで新たな提案をしなければいけないんですけどその基礎データがなかなか分析できる状態ではなかったという過去の状態で国見さんがおっしゃられるように徐々にそれが使えるようになって。 提言も出始めているんですけれども、本当に政策とかに直結できる状態にはまだなってない感じですね。はい、あ、はい、なんか僕の理解ではそういう理解ですけど、そういう形でううありがとうございます。補足ありがとうございます。はい、まさにそうその通りだと思うので、はい、私から言うことはとか、はい、他何かございますか？ すみませんありがとうございまますすす高橋と申しますすごく小さなことなんですけれども尼崎市というのはあのど,うどういったあの状況でしたんでしょうかあの被災の状況は比較的高かったようなんですけどバリアフリーですとかの表に含まれて図表に含まれてなかったんですが何かあの理,理由があったのかなと思いまして。 いやあまり特に理由はないんですけど、あまりいろんな市町村を並べるとかえって見づらいので、まあ被害が大きかった四つの市とあんまりなかった市を比較する形で一応示しただけで、別に意図的に外したわけではないです。多分おそらく神戸市と似たような傾向にはあると思います。すみません中村と言います。 あの本当にありがとうございますちょっとあの質問というかこうちょっと頭の中でわからなくなっちゃったので確認なんですけども結論で言われているあのバリアフリー化が要介護認定率に与える効果が非常に優位だというのは本当に、まあ、ここに書かれていることはその通りだなと思うんですけどそのお話のプロセスの中で震災であの半壊全壊が多いエリアからこういろいろお話ができていますよね。 それは基本的には半壊全壊して立て直す、立て直したときに結果的にあのその時点の住宅の性能というんですか、ね、あの昨日バリアフリー化の率が非常に高いので結果的にバリアフリー化が進む、だから震災の影響云々という話と最終結論という話は、まあ、関係ないっちゃ関係ないと思っていいんですよね。 えっと、バリアフリー化が問題なんであって震災でたくさんの被災エリアがその後の要介護云んという話と関係があるはずです、ね、直接は震災と介護は関係ないんですけどただ分析する上でやっぱりそで先ほど言ってた U と X の相関というのが本当にもう致命的な欠点なんですね。あの 健康状態とバリアフリー化っておそらく相関しているので、それを無視した推計っていうのは本当に意味がないっていうので、じゃあ何か他に方法がないのかっていう時に、だから手段として、はいはい、手段として入れている、<の>はい、用いられたという理解でいいんですか。そうですねあ。ありがとうございます。わ、はい、かりました。その部分に関してですけども。 た、まあ、たまま震災があって家が全半壊するとバリアフリー化の建築にあの家になりますよとそれが健康にどう影響健康じゃないです、ね、要介護の認定にどう影響しましたかというそういう関係の中の議論ですよね。はい でその時に前半回というデータを使うということで阪神大震災のサンプルの22市,町村あ22市町村ということになったわけですけれども例えばそのサンプルをもう少し大きくしたいというふうに考えて全国レベルで調べたいというような場合には例えばその前半回といった時に同じ時期に例えばそういう自然災害が起きたような町っていうのが あるのかないのかわからないですけど、そういうのがあったらそういうのサンプルに含められますよね。それはなかったんですか。えっと、ただじゅあの報道なんかでなんか例えば台風が起きてどれぐらいの住宅が、はい、ああいう大規模なものはなかったということですよね。ねはい、じゃだとしたら例えば自然災害ということではなくて。 例えば都,都市によってあの新築率が高いところとか低いところってありますよね、はい、それでではダメなんですか、えっと、その場合、ただそのどういう人が新しく住み始めるのかって考えたときに、はいはい、おそらく高齢者が新興住宅地に住む方って、おそらく高齢者ではなくて、はい、まだ若い方が多いのかなとい。 そういういデータで分析してそれから国光さんの分析は市町村単位になってるわけですけども理想的には個人ベースである方がよろしいわけですよねデータとしては個人で一人一人違う条件になるわけですからで個人データ個票データというのはなかなか入手が難しいので市町村にしてるということですけども。 だったらその中途ぐらいであの町の区画とかそういうデータでできないものかなというそういう可能性はいかがでしょうか。市町村の中のまた町とかですね、地域別にするっていうのは難しいですか。はい、認定に関するデータが現時点ではその市町村レベルでしか取れないので、介護の問題。 と、はい、また別の問題をッマッチングしようと思ったら現在は市町村が限界です保険者レベルでしか厚生労働省は公表していないのでその集計データが今のところ限界です、はいはい、そうでする、ね、と先ほど言いました国民生活基礎調査というとあれはもうマスクされていてどこの市町村かもよくわからないのでちょっと使えないという公表、ね、という形では使えないということですね。 ちょっと非常に重要な問題ですけどデータそのものがうまくあの手に入りづらくて分析しづらいという中での工夫ということのようです他ございますでしょうかはい、えー、とマイクはマイクはご指摘リマソンのです、えっと お話の中で、要介護と養介護2以上に関して、お対象にしたらいいのではないかというお話があったかと思うんですけども、要介護の例えば2がこのレベルだとしても、例えば一緒に住んでいる方が働いているかどうかで介護度が下がってしまったり、あるいは認定する訪問員の、えー 認識で下下がっってて上下してしままたたりとまた財政が厳しくなると行政側がなるべく介護度を高くしたくないという経済的な理由が働いたりとかしてその要介護度に以上がいいというデータは正しくても実際の運用となるとそこがこ非常に不安定なものであるという認識をしているんですけどもその場合要介護度にこだわらずにあの要介護度になっても大丈夫なような 住宅画面でいうとすごい高度なっていうところになってしまうかもしれないんですけど高度なというよりも広範囲にということで、えー、住宅政策をバリアフリー化していくというのはいかかがでしょう広範囲というのは高度に限らずに妖怪ごとのお家をこう になったところに対してという配るような形ではなくてとあらかじめ基準としてこちらご指摘があるように新しい住宅でそれをやった方がま安く済みますよというお話があったようにと全体的に改装する時には必ず要介護度に限らずとバリアフリーにできるとそれに対して支援が出るという形にした方が、うん、一つにはこう審査するという 事,事,務費事業時間的なエネルギーと事務的なお金が省けてでしかもその採用されないということでどうですか。

あの政策、住宅に関しての,あの政策提言をしたらどうですかというのが後半部分ですかはいそうです、はい、それはどうですか、政策提言に結びつくというところではそうでですねできれば後半に配りたいというのはもちろんそうなんですけど、やっぱり今、これだけ社会保障費が増えている中で、どこまで保障していくかってなったときに、はいはい、住宅というのは個人の財産ですので、はい、そ,そこに対するお金を配るというのは、まあ、 あの私家持ってないからそんなバリアフリーしたくてもできないみたいなでも私の払った税金でよぞはバリアフリー化してるってなったらやっぱり納得できない人もいるかもしれないっていうことでその個人の財産とそのどう折り合いつけるかっていう意味でもちょっと,しちょっと難しい問題なのかなとは思います。 して言い忘れたんでですけど公表のデータで国のデータは使いづらいというのはあったんですけども例えば慶応大学が作ってるようなデータとか日本大学が作ってるようなデータという公表データの部分をなんかこうやりくりしながらできる可能性もあるのかなと思って聞いておりましたのでこれなんか別途調べていただければと思います。よろししいででょうか他なんかか他ありますかでは どどうもありがとうううももあありりががととごござざいいままししたたそれではちょっと時間が過ぎておりますけれども、5分ほど休憩を入れまして、その間に今もうすでにいらしてますけど、上先生にご準備をしていただきます。5分後に始めますということで、この時計で40分に始めます。